皆さんこんにちは。タバコを吸わない人の中には、喫煙者と一緒に車へ乗るのは気が重いという人も少なくありません。デリカシーに欠けたごく一部の喫煙者の車内での言動は、タバコを吸わない人にとってきついものです。思わず目を背けたくなるような光景も見られます。そこで今回は、運転時の喫煙者ドン引き行動についてご紹介します。 1. 吸う前に断りを入れない。車の中は密室となるため、タバコの匂いを完全に追い出すことは不可能です。そのため、複数人が乗る車の中でタバコを吸う場合は、事前に断りを入れると同乗者も納得しやすいです。何の断りもなく突然タバコを吸い始めると、同乗者の反感を買ってしまうかもしれません。 2. 車内の換気が不十分。タバコを吸う上で注意したいのが車内の換気です。紙巻きタバコであれば、もちろん最近普及が進んだ電子タバコでも匂いが気になるという声も一部あるため、空気の入れ替えを行うのは重要となります。しかし、窓を開けていても開け方一つで換気効率には差が出ます。効率よく換気を行うには、前席どちらかの窓とその対角線上にある後席の窓を数センチ開けるのが有効と言われています。このような同乗者に対する気配りができれば、ドライブ中も良い雰囲気で過ごすことができるでしょう。 3. 火がついたタバコを外に出す。信号待ちの車を見ると、火がついているタバコを窓から出している人を見かけることがあります。タバコの灰が道路に落ちるのを見ると、あまり良い気分にはなりませんが、もし走行中に同じことをすると、高熱の灰を後ろへ撒き散らすことになります。また、運転中に手元のタバコへ意識が行くことで、同乗者から運転に集中していないように見えることもあるので、注意が必要です。 4. タバコをポイ捨て。窓を開けたついでに車の中からタバコをポイ捨てするのは、同乗者からの印象云々という以前に、喫煙者として行ってはいけないマナー違反行為です。その上、ポイ捨てすることを禁じている道路交通法、軽犯罪法、河川法施行令などの法律や地方自治体の条例に触れる可能性もあります。 5. 車内がタバコ臭い。車内でタバコを吸った場合、内装に匂いがこびりつくことがあります。匂いがついた車は、タバコを吸わない人が乗った時は敬遠されがちなほか、車の売却時に査定額が下がる傾向にあります。さらに、ヤニ汚れや黄ばみがつくと見た目にも影響が出ます。同乗者からの印象も良くないため、消臭も含めた掃除が重要でしょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。